学生時代でしかできないことを本に関してはやっとけばよかったが半分もっといい会社があったんじゃないか。どうも新大アリメンバーのバラマツです。今日はですね、22卒で内定をもらって就職活動を無事終えた方々に向けた動画になっております。で今回参加してくださる曽和さんです。人事コンサルタント人材研究所の代表の曽和と申します。池上さんです。サクラスの池上と申します。春から新社会人になる池田くんです。明治大学4年生の池田智也です。本日はよろしくお願いします。実際内定をもらって新社会人になるまで大体半年ぐらいあると思うんですけど、この残りの学生生活で一番何をするのがおすすめかっていうのをお二人から伺いたいです。学生時代でしかできないことを僕はやっておいた方がいいんじゃないかと思うんですね。大人になるとですね、利害関係のない友達っていうのは、できにくいですよね。友達作りっていうとちょっと気持ち悪いですけど、あとは仕事の準備っていうのか、それはもう行く業界によって違うと思うんですけど、どこでも多分今後は使えると思うので、Excel 勉強してみたりとかですね。池上さん、他の視点でももし絶対これをやっといた方がいいとか、池上さんご自身が、あ、これやっとけばよかったなって思うことがあればぜひ教えてください。旅と本読むかなという気がしてまして、本に関してはやっとけばよかったが半分入ってるかなと思います。社会人になるとまとまった時間が取れなくなるので、本もマルクスとか古典寄りのやつとか文芸ですよね、なんか川端とかそういうやつは読む時間ないんで、そういうのはもうちょっと学生の時に読んどいたらよかったなっていうのは思います。必要に迫られて読む本じゃなくて、時間があったら読みたいなっていうものを読んだ方がいいっていうことですね。そうですね。あ、おすすめの本ってありますか？ビジネス書で言うと、僕は不格好経営って難波智子さんが書いてるやつ、あれが一番一押しですね。ビジネス書じゃないのも読んでた方がいいよみたいな話なんで、興味あるやつでいいと思いますけどね。戦略系とか兵法系が好きだったら、なんか孫子の兵法みたいな、マキャベリ の君主論みたいなのでもいいかもしれないし、背伸びして読んでみて、その時は意味わかんなくても、また30歳で転職する時にもう一回読んだらちょっと違う読み方ができるかもしれないし、好きなやつでいいじゃないですかね。じゃあお二人がその初めて歴史をちゃんと読むっていう学生に向けて、この時代がおすすめとか、この人の伝記読むといいよみたいなおすすめってございますか？司馬太郎の坂の上の雲とかはいいんじゃないですか。おすすめポイントはでもやっぱ明治維新って、今 その日本の閉塞感をもし感じている人がいるとすれば、江戸末期に似てるところがいっぱいあるわけですよね。でそれを黒船がやってきて、明治の改革の志士たちが新たな日本を建国するっていうような話が失われた30年とか言われている時代に、特におじさんたちの心を打つものがあるんじゃないかなと思いますね。今の話で言うと、学生生活何をすべきかだったと思うんですけど、社会人に向けて最低でもこれぐらいは知っておいた方がいいよとか、同じ同期よりもちょっと一歩出た存在になれるために半年間でできることとかってございますか？学習の方法論というんですか、もうどうやったら自分はあるものに詳しくなるためには、自分なりに適した学習方法って何だろうっていうのを試行錯誤しとくっていうのはありかもしれないですね。何か一つ全く今までやったことないことにトライしてみて、それに習熟する、何でもいいです。ウクレレとかでもいいし、今まで習ったことない語学だったりとか、さっきのエクセルでもいいし、あるいは動画編集やったことなかったら動画編集もいいかもしれないし、っていうようなことをちょっと勉強してみて、それをなんか身につけるっていうようなことを、自分の趣味だとかちょっとした価値観だとかにかこつけて領域選んでやってみるっていう。でその時にフォーカスすべきのは何かって言ったら、どういう勉強の仕方をしたら続くのかとか、楽しんでやれるのかとか、早く熟達していくのかとか、これ人によって違うんですよね。であとは学習法っていうものをテーマにして、いろんな人に聞きまくったらいいと思うんですね。みんなね、結構イケてる人ってそれなりに自分なりの学習法っていうのを持ってるんですよね。自分に当てはまるかどうかわかんないですけど、僕はこのように学習してるのがあると思うので、それをいろいろ聞き回ったりとかして、自分なりのこれかなっていうのを見つけとくと、そのスタートダッシュっていう意味においては、ちょっと役立つかなとは思います。ち
ちなみに曽和さんと池上さんの学習法をお伺いしたいです、うん、まあ、一つはでもやっぱりロジカルシンキングができてるかどうかっていうのは、まあ、結構その学習の効率を左右してる感じがしますね。まあ、例えばなんかその、まあ、岩について勉強した時も多分中学生の時になんか地学かなんかで流紋岩、安山岩、玄武岩とかやったわけですね。火山岩とそうじゃない岩と分類があるわけだよね。でその分類がここに当てはまると環状組織だとか等流状組織だとかそれ演繹的に導かれるわけだけれども、まあ、何らか分類をして、まあ、どの分類に当てはまると、まあ、どういう特性を持つのかみたいな機能的思考と演繹的思考と、まあ、さらにその分類した時のレベル感を揃えるのと、まあ、そういったことがなんか自然と頭の中でできるようになっているとマンションの部屋なのか、まあ、引き出しの一室なのか分からないけど引き出しのその一角を埋めると隣の引き出しのこともなんとなく想像ができるし引き出しの中の3分の2ぐらい埋まると、まあ、3分の1は別に勉強しなくてもまあ分かるとか、まあ、1を聞いて10を知る的なことがまあできるようになるので池上さんのスタイルで言うとちゃんと構造を立てて考えるっていうのがスタイルとしてあるっていう、うん、そうですね、はい、戸和さんはいかがですか。ある領域について知りたいと思うから、まあ、一番詳しい人をまず探しますよね。例えば僕20年ぐらい漫画読んでなかったんですけど最近めちゃ読んでるんですけどもその時に僕の知り合いの中で漫画詳しい人がこれは読んどけっていうのがあったらそこから始めるとか、だからその先達ですよね。その領域における詳しい人とかをまず探してその人の言う通りにまずはやってみるっていうようなことをやりますね。私なんか趣味で川散歩してた時にヘラブナ釣りしてるおじさんたちがいっぱいいて、なんかヘラブナの多分テキストを一から読むよりもその人にこのスポットでやったら取れるよとか聞く方が多分早い近道で多分上達するし取れるっていうのを実感したのですごいいい方法だなって思いました。そもそも内定もらって承諾したけど本当にこの会社で良かったのかなとか、なかなかやっぱり 100% 自分が行きたかったところに願い叶う人の方が少ないと思うので、なんかそういう人たちに向けてちょっと前向きになれるようなメッセージをいただけたらなと思うんですけど、その不安っていうのは正しいんですよ。いやもっといい会社があったんじゃないかって、どんだけ会社あるんだって話なので、だからそれはもう受け止めるしかないんですけど、じゃあそれを軽減しようと思ったら、まあ、その不安を一緒に超えていく仲間っていうんですか、こう自分一人でね未知のゾーンに行くって言ったらちょっと不安じゃないですか。でもその会社には内定者何人かいるわけですよね、まあ、大抵の場合ね。その人とつながって、なんであなたはここに入ろうと思ったのかとか、そういうのいっぱい聞くとその会社のある種いいところとか、自分はこれが理由だったけどあの人はこれが理由で入る、あそれも確かにいいな、今選んだ会社に対するこうフックというんですかね、フックのポイントっていうのがどんどん増えていきますよね、うん、そうしたらだん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 確信がさらに近づいてくるというか、まあ、不安は最後までなくならないかもしれないけれども、選んだ会社に対しての自信が出てきますよね、うん、じゃあそもそも不安を持ってるってことは正常な感覚だからそんなに気にしなくていいよっていうことと、ね、けど今からでもその会社をもっと好きになるとか知るためにできることがあるんだなっていうのは結構前向きに捉えられる子が増えるかなと思いました。最後に池田くんの方から感想をお願いします。時間があるうちに教科書とか体系的に考えられる癖をつけることによって働いた中でもいろんな選択肢とか考えられるようになるんだなっていうのは今日分かったので、なんかすぐ使えるっていうわけじゃないけれども、うん、大事なことっていうのを時間あるうちにやっといた方がいいんだなっていうふうに学ぶことができました。私自身も実は22卒で春から社会人なんですけど、イメージとしては早くビジネス書を読まなきゃいけないかなとかって割と焦ってたんですけど、お二人からの回答は全然真逆で、スキルとかはもう経験してから身につくし、だからこそビジネス書とかも理解しやすいっていう話はすごい意外だったので、とにかく今自分がやりたいこととか今しかできないことっていうのは何だろうって考えることから始めようと思いました。ということで、お二人とも本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にまずは就職活動お疲れ様でした。少し休んで就活のことを忘れたらどうかなというのは僕は思うんですけれども、そして元気をつけてからもう一回今の内定先のことっていうのを考えたりとか将来のことって考えた方がいいと思うんですけど、このままなんか考え始めると体調悪いとか疲れてるみたいなところが精神を及ぼしてですね、暗く暗く考えちゃうっていうこともあるかと思いますので、
まずはちょっと休んで元気になってから内定先のこと、将来のこと、入社後のことっていうのはちょっと考えてみてもいいんじゃないかなというふうには思います。これから働き始めると思うんですけど、働くってなると毎朝早く起きなきゃいけないとか、休みが土日しかないとか、なんか通勤電車にぎゅうぎゅうになって揺られて運ばれていくみたいな、ネガティブなイメージとか不安もいっぱいあるかもしれないんですけど、いい面もあって、やっぱり自分の力でお金を稼いで自分で生活が自立してできるということっていうのは、義務もあるけど自由もあって、初めてその大人としての自由を満喫できる立場になれるということだと思いますので、責任を果たしながら一人の市民として独立して、経済的にも自立をしてやっていけることの喜びみたいなのも楽しんで過ごしてもらえたらなと思います。応援してます。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。